藤航さん、万有相手に幻のゴールを決めてしまう点にはならなかったものの、チームを鼓舞して大逆転してしまう。これを見たみんなの反応がこちら。遠藤来たー。遠藤来たー。遠藤。遠藤決めたー。遠藤おー。遠藤来たか？遠藤のフィニッシュ落ち着きすぎ。遠藤えぐいなマジで。サラーへのパスがオフサイドだった模様、ゴールは取り消しに。わ？オフ？は？遠藤オフサイドかよ。遠藤来たーと思ったらオフサイドかよ。遠藤？オフサイドかい。遠藤ゴールかと思ったのにオフかよ。遠藤のゴールに喜んでしまったがオフサイドか、際どい、残念。遠藤決めたかと思った。遠藤オフか。遠藤惜しかったな、オフサイドか。いやでも遠藤いいぞ。オフだったけど遠藤うまかった。遠藤あそこに入っていけてるのがもういい。遠藤幻のゴール。遠藤よかったな。遠藤すごすぎて眠気飛んだ。ゴールにはならなかったもののチームの攻撃が加速。けど流れ変わったぞ。リバプール一気に攻めが良くなった。遠藤いい流れ作った、マジでさすがすぎる。いい流れから幕張が同点ゴール。幕張スター遠藤の幻のゴールといい、2列目強。遠藤のやつオフじゃなければ前半で逆転してたんだけどな。遠藤ゴール決めたそうにしてるな。遠藤マジ惜しかったな。けど幕張スターが決めたようで何より笑い。前半終了間際、サラーが追加点、盛り上がりは最高潮に。サラーだー。サラー来たー。こんな簡単に逆転しちゃうの強すぎ。サラー追加点。サラー来たー。まさかの前半で逆転。遠藤のオフサイドゴールから完全に流れ変わったね。遠藤のオフサイドゴールから完全に流れ変わったね。開始しばらくは雲行く怪しかったのに、前半終わってみればイケイケなリバポ、さすがすぎ。ホットな話題から現地の声まで、他とは違った視点で情報発信中です。ぜひチェックしてね。